こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、ステージが変わるときに起こることっていう話をしたいと思っています。でこのチャンネルでは、私たち自身が宇宙人そのものであるっていう話とか、創造主そのものである、あとは、もう誰でもね、生まれ持ってスピリチュアル能力っていうのは持っていますので、そういったあの気づきですね、簡単に結構スピリチュアルっていうのはできますので、あのそういうものをね、生活に生かしていただくあのノウハウなどもお話ししています。チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと一つちょっとお知らせさせていただきたいんですけれども、インターネットを使ったビジネスの講座っていうのは、動画講座っていうのをあのリリースしていまして、そちらの方が、今の時代っていうのはね、あの普通の外でお仕事をするのも大事なんですけれども、インターネットを使って誰もがね、お仕事をするっていうことをあのするようになあのしていくと、要はもうここにいながら、なんか住む場所も関係なくて、本当にこう時間にも拘束されないで、なんかいろんな自由な形でお仕事があのできると思いますの で、私自身そういうお仕事の仕方をずっともう6年以上してきていますので、今までやってきたものをまとめたあのビジネス講座っていう動画講座で、作りましたので、そちらの方をあのリリースしましたので、ぜひよろしくお願いします。誰でも手に取れるように、9900円っていうお値段で、お出ししてますので、興味ある方ぜひよろしくお願いします。概要欄の下のところに貼っておきますので、ぜひ見てみてください。で今日は、ステージが上がるときに起こることっていうお話をしたいと思っています。でステージってね、どういうものかっていうと、要はその魂のこうレベルアップみたいなことがやっぱりあるんですね。今ここに行ったとしたら、なんかレベルアップをしていくっていうのがやっぱりこうどんどん起きてくると思うんですけど、なんかこうステージアップをしていく中で必ず起こることっていうのがなんかあるなと思って、でそれがだから起きてる時っていうのは、この先にステージアップがあるんだなと思っていただくといいと思うんですね。でステージアップがあるっていうのはもう次の段階に入ってるってことだから、人間関係が変わってきたりとか、起こる出来事が変わってきたり、自分自身がやっぱりこう扱えるエネルギーの量が増えてるっていうことで、本当にプラスに捉えていただいて、あのすごくいい兆しなんですよね。で結構皆さんはそれが起きてきてるんじゃないかと思うので、それのお話をしたいと思っています。でステージアップの時に、ね、どういうことが起きるかっていうと、嫌なこと起こるねやっぱりなんかいつも波動を整えてる、嫌なことっていうか、いつも波動を整えてるんだけど、なんでこんなこと起こるのっていうことが起きてくることが多いなと思ってて、なんかそれは、人間関係とか、いつも人間関係スムーズなのに、なんか人間関係がスムーズにいかないなとか、仕事が急に、だから住む場所が変わったりとかですね、だから住む場所が変わるような、だから仕事がストップするとか、なんかこうなんていうのかな、移転しなければいけない、自分が住む場所を違うとこに強制的になんかそういう形になったりとか、あとはなんかね、すごい非難されたりとか、いろんな人たちに非難されたりとか、なんかそういうような、なんでこんなこと起こるのみたいな、なんかすごい塞ぎ込みたくなるような出来事が起こることが多いなって思ったんですね。で、そういうものが起きた時に、あの嫌だなと思うんだけど、この先にやっぱりこのステージアップがやっぱり待っているっていうことなんですよ。毎回そのパターンを私も繰り返しているので、あ、これはやっぱステージアップの合図なんだなと思ったんですね。でそのステージアップの、じゃあね、そういうことが起きた時にどういうふうにすればいいかっていうことですね。やっぱり結構ほら、そういうことって起きてる方多いと思うから、あの一つやっぱアドバイスとしては、行動をしていく、それに対してやっぱこうちょっと落ち込むと思うんだけど、前向きに捉えて、それをなんかこう、なんでこのことが起きたのかなっていうふうに考えたりとか、例えばなんか場所を移動しなければいけないとしたら、もう移動しちゃうとか、あのもう本当ガラッとエネルギーを変えちゃうってことですね。あとは、私の場合だと、なんかなんでこんなこと起きたのって思うんだけど、すごいやっぱ真剣に向き合って解決策を自分でやっぱすごいこう練り出したんですよね。練り出すっていうか、そしたらすごく全然違う視野がまた新たに変わってきて、だからそれだけのやっぱりこう、なんていうのかな、自分が次にやっぱり扱うエネルギー量が大きく、あのなんていうの、しっかりしたものをになっていくっていう、その土台がやっぱりこう、なんていうのかな、出てきてるんだろうなと思うんだけど、
そういう感じでこうやっぱりこうなんていうの、扱えるエネルギー量が変わっているっていうことなんですね。そう、わかるかな。なのでプラスに捉えていただくと暗くなってきちゃったね。でこういう感じなんですよね。なんでやっぱりステージアップの時に一回落ちるかっていうのは、こういう感じで私たちは上がっていってるから、一回上がっていて、ここでやっぱり踊り場みたいのがあって、ちょっと下がるんですよ。下がる時もあるので、やっぱり下がってまた上に上がって、下がって上に上がってみたいな感じで、なんかこういうのを繰り返して結局魂の成長をしていくから、どうしてもちょっと下がる時っていうのもあるって思っていただくといいと思うし、いつも起きないようなことが起きてる時ですね、これはもう絶好の嫌だけど魂の成長の時にやっぱり必ず起きるんじゃないかなと思うんですね。私はね、なんかね、11月が結構やっぱりそういうね、転換の時で、毎回なんかショックなことが起きたりとか、なんでこんなことが起こるのみたいな、考えさせられるような結構でかいことが11月に起こることが多いかなと思ってて、そうで、それによって何に気がついたかっていうのは、もう次のステージで、スピリチュアル的に言うと、だからエネルギーの保有量ですね、エネルギーで扱える量が増えているっていうことが一つなんですよ。であとガイドがね、私の場合だとやっぱり入れ替わったっぽいんですよね。ガイドっていうのは自分をやっぱり導いて、ハイヤーセルフの中の一部なんですけれども、やっぱり自分を導いている存在っていうのがいて、最近まではだから癒しがすごく強かったんだけど、次にやっぱり入れ替わったガイドは結構がっつりガツガツ系かもしれないガイド、すごいやる気がすごいから、暗くなってきちゃったけどね。そうだから、そのガイドが入れ替わったって思っていた、だからちょっと落ちるんだけど、それもプラスに捉えていただいて、この先にやっぱエネルギー扱える量が増えてきたから、一回ちょっと落として、考えさせたりとか、あと止まらせるみたいなこともあったりとかかな。うん、そうだから、この先にやっぱ人間関係がガラッと変わったり、やっぱり付き合う人が変わったり、起こる出来事が変わったり、あと全然物の捉え方がすごいもっと楽になるっていうことだと思うから、今ね、おかえりなさい、嫌なことが起きてるかも、暗くなってきちゃったけどかもしれないけど、全然 OK で、そういう感じのステージアップの人多いんじゃないかなと思って。なぜなら結構もう皆さんの場合だと、なんていうのか、いろんなことがあると思うんだけど、なんかね、やっぱりこう私たちってね、こういうコロナ禍もあると思うんだけど、なんかすごい考えてきてるし、一生懸命やってるから、やっぱこういう感じでステージアップをしてるんじゃないか。だから一見するとすごい落ちるから、何これって思うかもしれないけど、ステージアップだから、こう何、やさぐれてもいいと思うんですよ。なんでこんなこと起きたんだよとかって思うんだけど、そこに対して前向きな意識でそこに、一生懸命こう考えるってことですね。であと行動も入れてあげる、もう全然違うことをやってもいいと思うし、行動を入れていくと、そこからまたこうですね、こうなっていくと思うので、ぜひぜひやってみてください。また切れそうなので、こんな感じで終わりたいと思いますはい、今日はね、ステージアップの時に必ず起こることっていうことをお話ししました。まあ、必ずではないかもしれないけど、私の場合はね、必ず起きてる、やっぱり毎年起きていて、毎年っていうか、このようなことはやっぱ起きるなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。あとビジネス講座のね、動画講座の方、本当にね、いい講座だと思いますので、ぜひぜひ参考にしていただいて、